熊本市民病院によりますと、2020年6月、当時、熊本市民病院に入院していた妊婦の胎児に重大な容態変化が生じ、本来であれば帝王切開で出産すべきところ、医師の判断がおよそ1時間遅れ、帝王切開ができなかったということです帝王切開を見送り、経過観察している間に、心音が確認できなくなり、生まれた子どもに重度の障害が残りました。 この問題をめぐっては去年9月第三者機関が検証し即座に帝王切開をしなかった熊本市民病院の対応は一般的ではなかったと結論付けましたただ熊本市民病院は判断が遅れたことと子供に重度の障害が残ったことの因果関係についてはコメントを差し控えるとしています熊本市民病院は子供に対し 1>, 1億5000万円の損害賠償を支払う方針です。